中年オタッキーです、今日は久々にアルファ7で撮影しています。なんでかって言って今撮ろうとしたら EOS 5、マーク3ですけど、動画3本も撮ったらさすがにバッテリーないですねバッテリーを充電するの忘れていました。で、なんでこんなに慌てて撮影しているのかというと、よいしょ、はい、来ましたね。一日早く来ました。予定より早く来ましたって、まあいろいろあったんですけどね。今後の撮影機材になるカメラが届きましたので開封動画にしていこうと思います。それでは動画スタート。はい、それではね、開封していきましょうか。まあ、アルファ7でね、撮ってると、まあ、音がね、今これ、オーディオテクニカのね、マイクをね、追加して音を撮ってるんですけどね、まあ、ピントもね、すごく合いにくいということで、まあ、EOS 5D Mark III はそもそもピントがね、フルタイムアウトフォーカスができないということで、明細書が入ってますね。非常に軽いです。こんな箱ちっちゃいの？はい、EOS KISS M ダブルズームキット、初めてダブルズームっていうのを買いました生まれて初めて。開けてみますね。今さら KISS M かよっていう話ですけど、これ保証内容、この明細と一緒に保管するのか。ちなみにね、お値段はね、8万5000円ほどだったんですけど、楽天ポイントが5000円近くつくんで、まあまあ8万円ですね。ストラップ、細いストラップと、まあミラーレスらしいストラップですね。電池、そこそこ、小さいって聞いてたけど、そこそこ大きいぞ。これなんだ。あ、レンズだね。レンズです。また厳重に。はい、EFM22mmF2、 このレンズがね、購入の決め手になりました。KISS-M 以外にもいろいろ候補はあったんですけど、まあ、パナソニックも考えたんですけどね、これ 22mm、APS-C で 22mm ということはね、フルサイズ換算すると 35.2mm ぐらいかな。まあ、バッチリ 35mm の単焦点なんですね。それが気に入ってこのカメラを購入しました。性能はね、M2 とそんなに変わらないということで、まあ、若干の差はありますけどね。ちっちゃいし軽いな。ね、念願のね、バリアングル液晶ですね。早速レンズをつけてみましょうか。合わせマークがこれか。はい。あ、結構硬いね。こんなんかよ。絞り丸見えっす。ほっへー。まあ、パンケーキレンズですね。まあ、新品のバッテリー。まあ、多分バッテリーね、すっからかんでしょう。すっからかんだと思うけどね。これどうやって開けるの？こう。からかんです。もちろん充電しないと、撮影はできませんね。充電器は
これが充電器か。でっか。充電器はでかいです。これどうよ。カメラとあんま変わらんやん。どないやねん。で、もう一本レンズがついてるんですが、場合によってはこのレンズ使わないかもね。よいしょ、これがまあ一般的なレンズですね。まあ、巻き絵中の巻き絵ですね、これね。これね。はい、EFM1545F3.5 から6.3 ISSTM ですね。これがまあ巻き絵なんですけど、まあとりあえずバッテリー充電しましょうか。はい、バッテリーを充電してみます。はい、充電しましたよ。ちょこっとですけどね。動画のモードにしなきゃいけないのかな。早いな。自分の手が気持ち悪いぐらいに映ってますね。気持ち悪い。ジジイの手や。まあまだね、SD カードは入れてないんですけどね。うん。よっ。タッチパネルなんですね、これね。モニターで見る限りではね、すごくいい写りです。これ、露出補正もね、3分の1ステップでプラスマイナス3段いけるんですね。あー、ボケるよ、ボケるよ。これが欲しかったんですね。22ミリの F2。いいと思いません？これね、その、キャノンさんね、もうマウントがこの死んでいくんじゃないかと言われてますね。M マウントなんですけど。まあ、すぐにはなくならないと思うし、別になくなっても僕的にはいいんですね。このカメラでね、動画をずっと撮っていけばいいだけの話で、まあ、レンズがもったいないとかそういうのもあるでしょうけど、まあ、しばらくは使えるでしょうし、5年使えれば嬉しいかな。まあそういうスパンで買いましたけど、まあね、清水の舞台から飛び降りたつもりで買ったカメラがこの程度かいっていう、まあね、話なんですけどね、貧乏なんてしょうがないんですよね。でもぶっちゃけの話ね、アルファ7とね、レンズキットより高いんですよ。1万5000円ぐらい高いんですね。これ7万で買ったんでね、まあこれは展示品処分だったんですけどね、これは完全新品ということで、完全新品っていうカメラ買ったのは多分人生で2回目ですね。1回目はね、キャノンニュー F1 のロサンゼルスオリンピック仕様で、2回目が、EOS XM とか。まあ、随分飛びましたが、まあ、このカメラでね、動画を撮っていくことになると思います。で、せっかく買ったんでね、まあ特にこのレンズ 22mmF2 のね写りそんなにね評判聞かないんですけどね、面白いと思うんでね、フルサイズ換算すると 35mm の F2 なんで、まあ APS-C サイズなんで F2.8 ぐらいと考えたらいいかな。 35mmF2.8 と考えたらいいんじゃないかなと思います。画素数は2430万画素ということでもう十分ありますし、これでいろいろね、やっていこうと思います。これで動画のクオリティ上がったらいいんですけどね。で、キャノンのカメラはね、
外部マイクを接続するとホワイトノイズが出るという評判なんですけど、まあここで結構悩んだんですね。ちょっと無理してパナを買おうかと。まあパナソニックだと盤石なんで、同楽器とはパナソニックは同楽器が強いということで、ただパナソニックでね、その似たようなレンズを探すとね、20mm の F1.4 とかがあったんですけど、20mm ということはあれマイクロフォーサスなんで 40mm なんですね。 40mm はね、ちょっとこのスペースで録画するには長いんですよ。 40mm は無理だと思って、この環境で撮って、その単焦点の明るいレンズで撮りたいっていうところがあったんで、キス M になりました。まあホワイトノイズはね、アプリで消すか。まず内蔵マイクの音が良かったらね、最高なんですけどね。今日の動画はこんな感じになります。まあ、開封動画ということで、ちょっと急ぎで作っているということで、他のコーナーは今日はなしで、とりあえずね、そのキス M のお披露目ですね。もうあのキットレンズどこ行ったってこれ。ここからこのレンズ使うかどうかわかんないけどね、 22mm で満足したらもうこのレンズ売却するかもしれないけど、まあどこんでも転がってるレンズなんで売れないかな。まあそんな感じです。今日の動画はそんな感じになります。まあ高評価コメントどしどしお願いします。コメントね全然追いついておりませんがね、一応全部返していくつもりだけど、ちょっとやばいですね。時間がね全然足りないんで、で高評価ねもうポチッと押すだけなのでぜひお願いします。チャンネル登録ねどんどん増えていっておりますが、この調子でね調子に乗って頑張っていきたいと思いますので、まあチャンネル登録まだの方はまだ、チャンネル登録お願いします。はい、今日の動画はここまで。次の動画からはキッス M で撮りますんでね、乞うご期待。それではまたごきげんよう、さようなら。